美術館三条烏丸本店に行ってみた。遠藤さん、はい。竹鶴21年、2020年の3月に終売したばかりのちょっと貴重なお酒なんですけど、2007年、2009年、2010年、2011年の4回世界最高のピュアモルトに選ばれてる、世界的に認められた美味しいウイスキーになります。ピュアモルトっていうのはどういう意味ですか？シングルモルトっていうのを聞くかと思うんですけど、そのシングルモルトっていうのが麦一つの種類のモルトからできてるウイスキーで、竹鶴っていうのがこの2種類を混ぜて作ってるんですね。ブレンデッドっていうとトウモロコシとモルトが混ぜて作られてるんですけど、これは違う種類のシングルモルトを2つ混ぜられてるのでピュアモルトっていう言い方をします。こちら1杯6200円でお出ししてます。ウイスキーってどうしても開けた瞬間から空気に触れちゃうので、密閉性の高いフィルムとかを貼って少しでも空気に触れる面を少なくするように。竹鶴21年のそれでございます。わー、美味しそう。